たちの町が。ああ。哲郎さん、どうしたの？水木。パナダインがヘマをやった。増援のゾアナイドを送り込みましょうか。それとも彼ら、ロストナンバーズ。ロストナンバーズをか。このままただ闇雲にゾアノイドを投入し続けても戦力の浪費にしかなるまい。確かにガイバーの戦闘能力は現状この日本に配置されているゾアノイド全てを撃破できると考える方が妥当です。ユニットガイバー、大したものだ。何の戦闘訓練を受けたわけでもないただの子供を、我がクロノスが誇るハイパーゾアノイドすらたやすく凌駕する戦士に変えてしまうのだからな。だが今もってわからんのはあの子供小深町だ。アギト、貴様の意見を聞かせろ。奴はなぜ我々に歯向かい続けるのだ。は、試験で構わん。貴様と奴は友人なんだろう。単純なことを言えば、彼の持つ日常への固執とも言える感情のせいかと。日常？どういうことだ。総司令もおっしゃいましたように、深町翔はただの子供です。だからこそ彼は普通の人間にとって何よりも大事なもの、家族や友人たちと過ごす平穏な日常に固執し、それを脅かそうとする我々クロノスに牙を剥くのかと。人間的だな。この上なく人間的だ。アギト、ガイバーに関わる全ての人間を確保しろ。奴の固執する日常とやらを徹底的に破壊し尽くすのだ。おかけになった電話は電波の届かないところにあるか、電源が入っていないためかかりません。ショー、ターゲットは深町文雄、47歳、深町翔の父親だ。本作戦にはガイバーの介入が想定される。可能な限り交戦は控えろ。あくまで深町文雄を無傷で確保することが最優先だ。いいな。クロノスが深町の身近な人間を狙ってきたことは、俺が今後ガイバー1を利用していく上でも必要な筋書きだ。だがこのシナリオにギオーというイレギュラーなキャストは無用だ。奴をやるしかあるまい。覚悟してもらおう、リチャルド・ギオー。貴様ガイバー3。タイム！貴様何をしていた？おめおめとガイバー3の侵入を許しおって。そんな、そしてダイムは誰一人この屋敷に入れていないと言ってます。何？ではこいつはひねり潰してやる。バカ、耐えたか。ガイバーとゴブの力を持っているというのか。リヒャルト・ギオー、貴様は一体。ゼウスを名乗り父クロノスに牙を剥くにはまだ力不足のようだったな。そしてダイム、大丈夫か。俺ガイバー3。ロストナンバーズが加わってはさすがに分が悪いか。
奴らの力は未知数だ。ゲロ、貴様の命改めてもらいに来るぞ。待て、逃がしたか。何があった？アギト様、ご無事でしたか。ふん、直ちに追撃を。いや、追うな。しかし、今はまだ泳がせておいてやる。はい。あ、はい、大丈夫です。今横にいます。はい、変わります。ショウ、おじさんからだ。え、もしもし、俺だけど。ショウ、ショウか。よかった。なんともないのか、父さん。携帯がずっと通じないから心配してたんだ。よかった。父さん、その家が。あ、よく聞こえないよ。電波のせいかな。いや、とにかく何もなくてよかった。ターゲット捕捉、これよりホールドする。父さん、今駅前のバス停まで来てるからな。すぐ帰るから。どうしたの？もしもし、父さん。もしもし。なんだね、君たちは。父さん、どうしたの？父さん。おい、まさかおじさんに何か。ショウ、哲郎さん。行ってきます。分かった瑞希。時期が来たら説明するって。ああ、お願い、ちゃんと説明して。分かった。総司令は、あのガイバー3が組織内部の反乱分子だと。そう考えれば、日本支部に奴が現れたことも全て説明がつく。そうは思わんか、アギト。は、確かに。総司令、ここは危険です。我々と共に、レリックスポイントにお移りください。危険か。やつも今日の襲撃で改めて思い知ったことだろう。今この私を敵に回すことがどんなに危険なことか。女、ギオーがガイバー3の正体に感づいたのは間違いない。だとしたら、この茶番の狙いは何だ。ではなおのこと、ガイバー3をこのまま泳がせておくことはリスクが大きすぎるのではありませんか。おそらく次は手段を選ばず総司令を狙ってくるでしょう。奴に我々と全面的にことを構えるつもりがあるのなら、それでも私は構わんがな。失礼。私だ。こちらチームブラボー、至急増援を。深町文雄確保のため派遣した部隊がガイバー1の攻撃を受け、壊滅寸前との報告です。
それだけ奴も必死ということか。すぐに造園を連れて現地へ向かいます。お待ちください。恐れながらまだ人間でいらっしゃるアギト様や日本支部のゾアノイドでは足止めにもなりますまい。どうかこの場は我らロストナンバーズに出撃の命をお与えください。よかろう。貴様たちの能力で存分にガイバーワンと遊んでやるがよい。はっ。アギト、貴様はこの際にガイバーワンのもう一つの日常を破壊しろ。はっ。そういうわけなんだ。驚かないのか？驚いてるよ。そっか、うん、驚いてるっていうか、あんまり話が突飛すぎてどう反応していいのかわかんないんだね。多分そんなもんなのか。そうよ、これでも結構心配してんだからね。すまん。どうして今まで話してくれなかったの？翔は私や兄貴を守ってくれてたんでしょ。ああ、翔がさ、お前には、お前だけにはガイバーだってこと知られたくないってな。あいつはな、お前のことが好きなんだよ。全然気づかなかったとは言わせんぞ。だって翔のことそんな風に見たことなんて今までなかったもん。こんな時だが少しは翔の気持ちも考えてやってくれよ。連行しろ。来たか。二人とも本当にいいんだな。俺熱いの痛いのもう実験嫌だ。俺もダイムと気持ちは一緒だぜ。もう実験動物みてえにもてあそばれるだけの毎日にはうんざりだ。調整実験の失敗から一代限りの変異体となってしまった俺たち三人は今日までゾアノイドとしても扱われてこなかった。ガイバーと戦って生き残れる保証などどこにもないんだぞ。覚悟の上さな。この戦いでガイバーを制し竜王総司令に俺たちロストナンバーズの力を認めさせれば必ず屈辱の日々とも決別することができる。行くぞ。うん。くそ、トライナーを倒してしまったら父さんまで危ない目に遭わせてしまう。驚いたか。己の体を液化させ大地と融合することで味方に有利なバトルフィールドを作り出す。それがダイムの能力だ。何？ここからは我々がお相手しよう。ガイバーは、まさかガイバー第4のガイバー。イリザマだな、ガイバーワン。ガイバー同士が戦ってるのか。今まで数多くのゾアノイドを倒してきた貴様も奴らを葬った。それと同じガイバーの武器で最後を迎えるのだ。死ね。
け。それこれは腕がいかなる生体組織とも融合同化し自由を奪う生体誘爆年代だ。無駄だ無駄だ。そいつはもう貴様の体の一部と同じなんだよ。無理に剥がせば肉も一緒に引きちぎれるぜ。このままじゃクソ。俺たちの邪魔をする許さない。いい様だなガイバーは。おっと、下手なまではしないことだ。さもないと。ダイメがその男を骨も残さず分解しちまうぞ。卑怯な。何とでも言え。いかん、このままだ。その首を削ぎ落としてやる。聞くんだガイバー、いくらクロノスでも超色装甲はそうやせずと制御できるものじゃないはずだ。そのガイバーは姿も武器もガイバーに似てはいるが本物じゃない。コントロールメタがない。そうか、だから俺の武器と足を狙ってきたのか。ようやく気づきおったか。だが全ての武器をソムルムとダイムに封じられた貴様などもはや我々の敵ではない。やむを得まい。ダイム、ダイム、二人を離すのだ。義を阻止で離せ。たまれ。何、ダイムどうした。バカがてめえ、自分の腕を引きちぎる気か。俺がもしここでやられたら誰が父さんを助け出す。もし俺がここで倒れたら誰が哲郎さんを、瑞希を守るんだ。負けるわけにはいかない戦いなんだ。アブダメ、ソムルム、ダイム、なぜ二人を離した。俺だってそうしねえ。ダイムだ。おのれ深町文夫と瀬川兄弟を確保した。作戦は成功だ。撤退しろ。しかし阻止、仲間をやられておめおめと。撤退だ。ソムルム、ダイム、すまん。お前たちの仇はこの俺が必ず引けるガイバーワン。お前の親父と瀬川兄弟を捕らえるという我々の作戦は完了した。なんだって、貴様ら父さんだけじゃなく水木たちまで。本気でそう思ってるのかい。深町翔君、あなたはどうして俺の名前を。